なあ天皇星、ちょっと輪っかのこと教えてほしいんだけどいいか。ああもちろん、君センスいいね海王星。あ、ありがとう。知りたいんだけど、どうして輪っかを持ってるの土星って。あれ、僕の輪っかのことじゃなくて。なんで輪っかがあるか知りたいかい、青い親友たちよ。ああその輪っか活かしてるよね、ゼリーみたいで。活かすね。君も持ってるだろ。木星にも輪っかはあるんだよ、気づきにくいだけで。天皇星、なんかテンション高いな。それは二人が話を聞かないからだ。僕は40億年前にこの輪っかと一緒に生まれたんだ。それ本当なのかい？実はそれ仮説の一つなんだよ。最近の研究だと土星の輪っかは土星の周りの月なんじゃないかって言われてるよ。土星の重力が月を砕いて、その破片が輪っかを作ったんだ。この月の破壊は今の土星の輪っかができる何十億年も前からずっと続いていたって言われてるんだ。私は月を殺してしまったのか。あ、いや、その理論上の話だよ。 100% 事実ってわけじゃないから。私は月を殺してたんだ。僕も月27個あるし、ちょっとぐらい壊してシャレてみよっかな。